去年の年末からダウンタウンの松本人志さん、まっちゃんがなんかずっとごたごたしてるみたいで、それでなんか最悪ダウンタウンがもうテレビ出れなくなった時に備えて、もう「テイトーア」の曲が、小山田圭吾の曲もなんか影響を受けたっぽいから、もしかしたらもうダウンタウンも今田耕司の曲もダメになっちゃうのかなと思って、なんか龍一が亡くなって1周期くらい経ってから、それまでは何もなかったのに、なんかもうずっとダウンタウンがテレビに出ないような感じの暗い感じがずっと続くから、今のうちにどんどん弾いとこうと思って、そしたら結構もう弾きたい曲弾き尽くしちゃって、こういう曲を弾いとけば、例えばまあダウンタウンがテレビ出れなくなった時とか、あとは同じ時代に活躍しきってた渡辺美里も、なんか八代亜紀が亡くなっちゃったから、だから渡辺美里も亡くなってしまう前にいろいろ弾き語り知ってる曲はやっとこうと思って、そしたらもう結構弾き尽くしちゃって、もともと聴きたい音楽がない、弾いてみたい曲もないっていうのが昔からの悩みというかね、弾けるけど。なので、それで結構弾き尽くしちゃったから、今弾きたい曲がなくて、それで、この筐体ってヤマハの S って呼ばれる筐体ってなんかすごい難しい、まあ女の子で例えるのは本当に難しい、少女と例えるならば本当に難しい子で、なかなか。ね、多分私前に弾き鳴らしなさってた方とさっきすれ違って、やっぱり、ね、そういう方の思い出とかもやっぱり 影響を受けちゃうのか、ちょっと影響を受けないように、なんかちょっとピアスとか、ね、指輪とかしてブロックはしてみるんだけど、なかなか、でも去年ガチャマ先輩の師団を見に行って本当によかったなと思って、ガッチャマン先輩が惚れ込むこの S 筐体を前にして、どうしたらいいんだって感じで、それで最近その松本人志の「ゴタゴタ」とか、あとは松本人志が作詞した「チキンライス」っていう曲の詩とか読んでたら、なんかもう暗い曲しか浮かばなくて、もともと暗い曲しか浮かばないんだけど、最近考えついたのは地獄も。ケイスケさんの「アウテージ」って曲からなんとなく連想できたのかな。そうそうそうだそう、でもライブの練習しないといけないから。Thank you.
Thank you.